大人のあなたが夢中で描けるアートクレヨングリーンファンディングでお申し込みくださいね。はい、こんにちは。お元気ですかね。よかったね。柴崎もおかげさまでね、今日も元気に絵を描いてます。さて、今回はね、柴崎のうちのね猫ちゃんを描いてみたいと思います。さあ、どんな猫ちゃんがね登場するか、ではゆっくり最後までご覧くださいね。さあ、それじゃあね、描いてみましょうね。はい、今日ねあなたにご紹介する我が家の3匹目のね猫ちゃんです。まあ、とっても可愛いからね、その可愛いって気持ちをね表すために、まあ、柴崎ね、こんな鮮やかな、ね、楽しそうな色で描き始めますよ。はい、ね、こんな感じです。今日ご紹介するね新しい猫ちゃん、そのお名前はねベリーくんと言います。男の子ですね。はい、どうしてベリーくんっていうかっていうとね、これ柴崎がねあんまり意味もなくねインスピレーションでね名付けたんですけども、それも後ほどね、ご紹介したいと思います。でベリーくんはね黒と白の体毛なんですね。はい、まあ、今までも動画をご覧になったねあなたから黒い動物はどうやって描いたらいいですかというご質問をたびたび受けています。ベリー君も黒い体毛ですのでね、まあ、柴崎はそういう動物はどんな色でねどんなふうに描くかね、ご質問をお寄せくださった方、また疑問に思っている方はね、その色をねの使うという方向もね見てくれると良いと思います。さあ、そう言いながらもねどんどん色が積み重なってきましたよ。太い筆をね、先を割るようにして、まあ、大きな太刀でね、メリー君のね毛の感じを表現しています。で、まあ、このベリー君ですけどね、ある日突然ね、柴崎のね、まあ、うちの裏山の方向でね、にゃーにゃー泣いてね、そこからね、降りてきたんですよ。ねえ、びっくりしました。はい。もう、柴崎のお家に来て、まあ、1年近く、まあ、去年の5月頃にね、うちを訪ねてきてくれたんですけどね。まあ、もうあなたも知ってる通り、柴崎のうちにはね、それまでもマロンくんという男の子とトマトちゃんっていうね女の子の2匹の猫がいたんですけども、急に3匹目のね猫ちゃん家族になりました。まあでもこれもね柴崎のとこを訪ねてね、頼ってきてくれたんだなということでね、喜んで、家族の一員に迎え入れて今に至ります。はい、さあ、大きい筆使いで描いてますよ。よいしょって感じですね。ウェットインウェットですね。ベリー君、どうしてベリー君というかっていうと、ベリー君のねこの手と足の先が白いんですね。ここです。で、柴崎ね勝手に、まあ、歌を作りまして、白いソックスいちご摘み、やんちゃで元気なベリー君ということで、ね、なんだかこの白い手足の先見た時ね、なんだかそんなソックスを履いてるような感じに思いまして、じゃあお前この白いソックス履いてどこに行くのかな、そうか、こてのといちご摘みに行くのかなというのは、まあ、勝手なイメージでね、ベリー君という名前にしました。
はい。ね。ほら、ここの足先のこの部分ですね。さあ、どんどん色が積み重なってきましたよ。大きい筆使いですね。シュッシュッというふうに書いていきます。それからこう筆先を割ってね、ちょっと下、まあ、毛並みの雰囲気ですね。はい。こんな具合です。メリー君ね、男の子だからね、本当にやんちゃっていうかね、もうじっとしてないんですね。で、マロン君といつも一緒にね、家中を走り回ってます。ご飯もいっぱい食べてね、ちょっとこの頃太り気味だからダイエットをしなきゃいけないんですけどね。はい。これがね、白い足先。ね。ソックスですね。はい。とっても可愛いです。はい。じゃあ色をたっぷりつけましょうね。よいしょっと。周りを暗くして白いソックスの形を浮き上がらせてみたいと思います。そしてこれがベリー君のお顔なんですけども、ベリー君ね、実はこの鼻も黒いし、鼻の下にね、ここが黒くなってるんですね、お口の周りが。まるでこう、チャップリンのヒゲのように見えてね、これも可愛いですね。さあ、お目目です。で、たっぷりとこんな色を塗ってみますね。はい。さあ、だんだんベリー君らしくなってきましたよ。少しずつね、もうだいぶできてきましたので、優しく微調整していきますね。こんな感じです。はい。ね、先ほどお話した、ベリー君という名の元になったね、いちご摘み用の白いソックスです。はい。よいしょっと。時々ね、まあ、爪を切ってあげるんですけどね、もうやんちゃだからなかなかじっとしないんですよね。はい。もういつも柴崎とね、一緒に、まあ、マロンちゃんと柴崎とねベリー君でね、一つの部屋でねんねんしてます。はい。あ、お尻の方ね、おっぽの方も大きい筆使いで表現します。こんな具合ですね。よいしょっと。さあ、そしてちょっとお目々ね。はい。あとね、ベリー君、こんなね、白い細い長いね毛があるんですよね。それをね、今ガッシュのホワイトで描いてます。さあ、どうかな。ベリー君らしくなったかな。はい。お目々が光ってきましたよ。うん。ね、これからたびたび登場しますからね。どうぞよろしくお願いいたしますね。はい。さあ、では、サインを入れまして、ね、我が家の3匹目の猫ちゃん。よいしょ。はい。ベリーくんの出来上がりです。はい。はい。書き上がりました。ねえ。ベリー君ですね。はい。ほとんど黒と白のね、ツートンカラーの猫ちゃんなんだけどね。よいしょよいしょ。はい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 。よいしょ。ほらもう。はい。はいはい。はい。ベリー君です。ね。よろしく。なかなかじっとしてないけどね。はい。これからたびたびね、お目にかかると思います。よろしくお願いしますね。よろしくは？よろしくー。ちゃっちゃ。ね。はい。よいしょ。はい。ということで、今回はベリーくんを描いてみました。ね。どうでしたか？いや、最後までね、見てくれて本当にありがとう。また次回、違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。それまで、お元気にね、お過ごしください。はい。どうもありがとう。はい。またすぐにお会いしましょう。はい。みょうみょう。油出てた。みょうみょう。みょうみょう。こっちこっち。
読みの。どこにいるの？スペナス。ん？スペナス。見えない。ヨミョン。ヨミョン。ミョミョン。ミョミョン。めちゃくちゃね。ミョミョン。ミョミョン。ミョミョン。曲がってんじゃなくて、あの怖いからさ、曲げて、あって、旦那つけて。ミョミョン。ミョミョン。ミョミョン。あ、来た来た来た。ミョミョン。かわいいね、くだ。ミョンミョン。メイメイ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 。おいしいおいしいおいしい。はい、ごわんごわんごわん。ごわんごわん。ごわんごわんごわん。ごわんごわん。はい、ごわんごわん。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 はい。ごわんごわん。はい。ガツガツ。ね、メイメイ、飼い猫だ。こんだけ大きくなってんだから、どっかで飼われてるからさ、ね。はい。ゴンゴン、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 ゴンゴン。あ、これだけ近づいた。あ、あ、え、舐めた。ゴンゴン、ゴンゴン。もう人恋しくてさ。壁にスリスリしたろ、これ。ほんで、人間にスリスリしたいんだけど、できないから壁に行きたいしてんだから。ほえほえ。ごわんごわん。ウェンウェン。ウェンウェン。挨拶した。ウェンウェン。ウェンウェン。ウェン。ウェン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 ウェン。挨拶したわ。ウェンウェン。ほいで。ウェンウェン。ウェンウェン。喂喂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 喂うん、うん、嬉しいよ。この間みたいが、この間が嘘みたいに嬉しい。これどうしていいか分からない。楽しくて。なんだなんだって感じだね。ちょん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 。すごいな、ね、元気元気、ご飯いくらでも食べるじゃんね、元気。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない、柴崎の特別なラビオ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座、メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会、出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会、毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。
さらに芝アーツメンバーなら芝崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな芝アーツのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所、それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。よろしく。